ロステケス鉄道は、ベネズエラのカラカスの南西部と、ミランダ州のロステケスを結ぶ鉄道である。メトロの名称を持ち、カラカス地下鉄の延長にあるが、山間のトンネルを除き全線で地上を走る。4駅があり、総延長は1 1 2トル。ロステケス鉄道が運営する。同社は、カラカス地下鉄、ミランダ州、ロステケスを抱える。 グアイカイプロ市の出資で設立された。建設計画は1982年に策定されたが、実際に工事が始まったのは2001年である。2006年に現在営業中の区間が開通し、営業を開始した。同社により延伸の工事が進んでいる。カラカス地下鉄2号線の周期点であるラスアドフンタス、駅とその南の方角に位置するロステケスの間を、 サンペドロ側の谷を通り結ぶ。ラスアドフンタス駅には2号線の建設時からロステケス鉄道のためのホームが用意されていた。中間駅はアリプリメラ駅とグアイカイプーロ駅の二駅でロステケス側の周期点はインデペンデンシア駅。路線が接続するカラカス地下鉄2号線との相互乗り入れの予定はない。車両のペーパークラフトロステケス鉄道は 自社の魅力を高めるためのオリジナル商品として、車両のペーパークラフトを販売している。ありがとうございます。